自閉の動画解放軍、動画で解放とかめっちゃええやん。まあ、自閉の動画解放軍、スマホで手軽に動画が撮れる。まあそんなこと分かったよ。でもなんかスマホはスマホの画質だな、そう思いませんか？でもこれちょっと裏技を使うと綺麗に撮れますね。裏技って何なんだ。スマホを裏返すだけですね。普通自分撮りするとき画面こっちに向けますよ。まあ大体こんな感じで撮るかなと思いますね。でも実はスマホのカメラ、こっち向きのカメラって画質悪いんですよ。後ろ向き、普通にこう構えて撮る方、そっちの方は綺麗です。今内向きで撮ってますね。じゃあこれ外向きにしてみましょう。まあ外向きにするとちょっと撮りづらいですね。ちょっとわかりづらい。もうこの時鏡を置いとけばいいですね。姿見があれば、その姿見の前に置いて、その反射を見てみる。というより撮影してみましょう。まあ、自閉の動画解放軍です。今、スマホのアウトカメラ、それで撮影してますね。まあ、綺麗じゃないですか、十分。専用のビデオカメラと同じぐらい綺麗。そう思いますね。慣れれば自分撮りもできる。撮影を手伝ってくれるパートナーがいる場合、アウトカメラを使った方がいいですね。全然綺麗さ違いますから。ということで J の動画解放軍、動画投稿なんか難しくない。スマホさえあれば、誰でも手軽に動画を撮影して、YouTube にアップロードできる。その話でした。じゃあ、ええやん。自閉の動画解放軍、チャンネル登録、よろしくお願いします。